ラガービールとドラフトビビーールルの違いビールには2種類ある普通のビールをラガービール生ビールをドラフトビールと思っている方が多いがもともとラガーとは「貯蔵する」という意味ビールは一時発酵させた後熟成期間を置いて 二次発酵させるビールの糖分をアルコールに変えて炭酸ガスを十分に含ませるためこの二次発酵をしていればラガーになるためこれを熱処理しようが生であろうがラガービールであることに変わりはない一方、ドラフトというのは引っ張り出す。 という意味、こちらは樽から注ぎ出すビールのことであるヨーロッパでは熱処理をした樽詰めのビールのことをドラフトビールと呼んでいるなので本来の意味からすれば瓶や缶に詰められたビールはドラフトビールではないということになるしかし最近では 缶ビールの商品にも「ドラフト」の文字が使われておりこれらの意味は曖昧になってきているそう家庭用のプロジェクターと業務用のプロジェクターの違い最大の違いはその輝度である家庭用のプロジェクターは 映画館のように部屋を暗くして投射することを前提に作られているため1000から1500ルーメンと比較的輝度が低くなっている一方の業務用のプロジェクターはメモを取ったり手元の資料を読んだりできるよう明るい会議室での使用を前提に作られているため少なくとも 2000ルーメン以上高輝度のものでは3,000から3,500ルーメンと輝度が高くなっている大学の講義時間90分には意味があるウルトラディアンリズムを利用している人間にはウルトラディアンリズムという 体内時計のような周期がありそれによると90分間というのが一つのサイクルと言われているそう大学の講義の時間も90分だったと思うがそれもそういった理由がある眠気の周期も90分ごとと言われており90分おきに散歩やストレッチ あるいはコーヒー休憩同僚との雑談などそういったブレイクの時間を意識的に取り入れることが良いとされているおしっこはなぜ黄色いのか我々が口にする食べ物や飲み物はさまざまな色をしているのに 体から出てくるおしっこは黄色い。あの色の正体はそもそも何なのだろうか。おしっこを作っているのは腎臓である。腎臓は体内で不要になったものをおしっことして排泄させ、体液の量と成分を一定に保っている。腎臓で最初に作られる原料は、 1> 1日160リットルにもなるが大部分が尿細管で再吸収され血液に戻されて再利用されるそのためおしっことして出るのは1.5リットルほどおしっこのあの黄色い色はウロクロームという色素である古くなってひ臓で壊された赤血球の色素は 黄色いビリルビンという色素に変わり大部分は腸でうんちとなるが一部は肝臓を経て腸内細菌の作用で黄色いウロビリ脳源となるさらに再吸収されて腎臓にたどり着き尿に排泄されるときにウロクロームに変化するという過程をたどる。 おしっこの色は長い道のりを経てきた色なのである。激しいスポーツをした後や疲れている時におしっこの黄色が濃くなるのは体が脱水気味のサイン。腎臓が尿の水分量を調節するためウロクロームも濃縮されて濃い色になる。こんな時はしっかりと水分を取ること。 もっとも寝起きのおしっこの色が濃いのは睡眠中のホルモンの働きで尿量が減っているからでこれは正常な色である。またみかんや緑茶をたくさん食べたり飲んだりするとその成分によっておしっこが黄色くなりビタミン B 群を含んだサプリメントを飲んだ後なども同じ理由で黄色くなる。 太陽活動が活発になると病人が増える地球は大きな磁石のようなもので一定の磁気を持っているがこれが太陽によって乱されることがある太陽の黒点は大きな磁力を持っているためこの近くで爆発が起こると地球の磁場が乱れ 特にひどく乱れることを磁気嵐というそして地磁気の乱れは地球の磁場だけでなく人間の体にも影響を及ぼすまず心拍数が乱れるこのため心臓麻痺、心筋梗塞高血圧など心臓や血管に磁気を持っている人は 悪化するる。恐れがある心筋梗塞の場合は地磁気が乱れた日に患者が増加することがデータではっきりと示されているロシアの国会沿岸の措置市では市営の太陽医学サービスで磁気し傾向を発して循環器系の病気の患者に注意を促しているそう。 その他、地磁気の乱れで、緑内障、腎臓病、胃潰瘍、転換、リウマチなども悪化することがわかっている。さらに、精神活動においても、地磁気の乱れを含めた太陽活動に大きな影響を受ける。統合失調症の患者数も、太陽活動の周期によって、 増減するそう紫外線防止剤が皮膚を守るメカニズム化粧品に使用されている紫外線防止剤はどのようなメカニズムで皮膚を紫外線から守ってくれるのか紫外線防止剤は2つのタイプに分類することができる。 一つは紫外線を吸収してそのエネルギーを光と熱に変えて放出させる紫外線吸収剤。もう一つは皮膚の表面で紫外線を反射散乱させる紫外線散乱剤でいずれも天然の成分である。市販されている化粧品はこれらが単独で あるいは併用して使用されているレゴブロックの耐久性は400年持つレゴは17万回の着脱が可能毎日遊んだとしてもなんと400年以上も使えるという計算になる。 1> 1世代30年と言われているため13世代以上にわたり遊べてしまう関節のポキポキという音の正体映画やドラマなどで喧嘩の前に指や腕の関節をポキポキ鳴らして相手を威嚇するシーンがよくある。 普段の生活でも退屈したときに指を引っ張ったり急に屈伸運動をしたりすると関節が鳴ることがあるポキポキというあの音はどうして鳴るのかズバリ、気体がはじける音である関節のつなぎ目は活液という液体で満たされ関節法でくるまれている 活液は卵白状の粘性のある液体でタンパク質やヒアルロン酸を含み関節の摩擦を最小限に抑えスムーズな動きができる役目を担っている指を引っ張ったり急に関節を曲げたりすると関節のつなぎ目は引き離されるが活液の量はそのままであるため 関節包内の圧力が一気に下がるすると活液の中には二酸化炭素などのガスが生じて気泡ができる液体には密封された状態で圧力が下がると中から気体が発生するという性質があるそしてさらに関節が引き離されると この気泡が一気に移動して弾けて潰れてポキポキと音が鳴る。一度鳴らした関節を続けて何度も鳴らせないのはガスがまた活液に溶けるまで数十分かかるためである。面白がって関節を鳴らしていたら体に悪いからやめなさいと叱られることもある。 体に害があるかどうか実証されたことはないが気泡がはじける瞬間は小さな面積に1トン以上ものの力が働くと言われ関節の組織を損なう可能性もあるやはりほどほどにしておいた方が良さそうである香水を 体のどこにつけるかで性格診断ができる。有名ブランド、シャネルの創設者であるガブリエル・ココ・シャネルは以下のように言っている。若い女性に香水はどこにつけたらいいのかと聞かれたら、私はキスされたいところにつけなさいと答えます。というのも、 香水はコミュニケーション手段の一つとも言われているからである。自分の体臭と香りをミックスさせ、自分だけの香りを作る。これが香水の言葉であり、どこにつけるかがメッセージであるということ。例えば、洋服につけている人は合理的で、男性とは マイイペースで付き合うタイプ体に直接つけている人は男性に従順なタイプかアバンチュール期待派が多い体の中でも特に耳につけている人は異性への関心が高い人というふうに言われている。 幽霊はなぜ両手をだらりと垂らしているのか死者を入れる棺桶には2種類ある座勘と寝勘である座勘は死者を座った状態で入れる棺桶。寝勘は死者を寝かせた状態で入れる棺桶。昔は座勘が主で 死者を棺桶に入れる際、両手を手首のところで縛っていた。そして、土葬にして、しばらくしてから掘り返し、骨をまた別のところに埋葬するのだが、この時、縛っていた紐が腐っていて、大抵死者の手はだらりと垂れ下がっていた。この手の形が、幽霊のトレードマークとなった。 ちなみに、幽霊には足がないが、これはなぜなのか。その理由は、江戸時代の半ばに、絵師の丸山応挙が描いた足のない幽霊画がルーツとされている。つまり、この絵によって、幽霊には足がない、ということが大衆に認知されたというわけである。 演説の天才ヒトラーは演説の時間帯を20時と決めていた悪の独裁的リーダーとして歴史上最も有名な人物といえばドイツのアドルフ・ヒトラー彼は実は非合法なやり方ではなく巧みな戦略によって 選挙を通じて、ドイツ国民の圧倒的な支持を得てトップに上り詰めたことはあまり知られていない。特に彼は演説の天才として知られ、短く具体的な言葉でスローガンを掲げたり、手のジェスチャーを印象的に使用したことが特徴として挙げられる。彼の演説テクニックについては、 いくつもビジネス書としても出版されており世界中でプレゼン技術の参考にされているそうそしてあまり知られていないことの一つに彼が演説をする時間を意識的に選んでいたことが挙げられるそれが二十時だった仕事終わりの疲れた状態では 思考力が低下しているため多くの聴衆が演説を聞き入れやすかったとされておりヒトラーはその時間を意図的に狙ったのだそう低血圧だから朝に弱いと言うが医学的な根拠はない低血圧の人は 寝起きが悪いというのは世の中の常識のようになっている。だが低血圧でも早起きの人がいるし逆に高血圧で朝寝坊の人もいる。血圧と寝起きの悪さには関係があるのだろうか。そもそも血圧とは血液が血管を通るときに血管にかかる圧力のことで 心臓が収縮し、血管に最も強く圧力がかかる時の数値が最高血圧で、収縮した後心臓が広がって一番低くなった時の数値が最低血圧である。そして最高血圧が90未満であれば低血圧。最高血圧が140以上か 最低血圧が90未満であれればば高血血圧圧と呼ばれる低血圧は大きく3つに分類されるまず1つ目が本体性低血圧虚弱体質の若い女性に多い2つ目が起立性低血圧立ち上がった瞬間に 血圧が急激に低下し、立ちくらみやめまいを引き起こす。健康な人でも、疲れていたり、栄養状態が悪かったりすると、この状態になり、ひどい場合には失神もする。そして三つ目が、症候性低血圧。これは、何らかの疾患があるための低血圧のため、 病院でその疾患の治療を受けなくてはならない。だが医学的にはこれらの低血圧と朝の弱さに直接の関係はない。朝が弱い原因として考えられるのは自律神経の乱れである。人間は起きているときには交感神経が優位に働き 眠るときには副交感神経が盛んに働くこの2つの神経の優位が12時間ごとに入れ替わることで夜には眠くなり朝になると目が覚めるのであるが切り替えがうまくできないと寝起きが悪くなる何らかの疾患や精神的ショック 更年期障害などが原因で自律神経が乱れることがあるし遺伝的に自律神経の調節がうまくいかない人もいるそうでない場合は栄養バランスの良い食事をとりストレス発散を心がけて適度な運動をしてみるとよいできることから少しずつでも始めれば 快適な朝を迎えられるようになるだろう肥満になるかどうかは実は45歳で決まっていた脂肪と聞くと鶏肉のように皮膚の下にドロッとした脂肪が固まっている様をイメージするしかし人間の場合はちょっと違う 脂肪細胞という細胞に溜め込まれている。そしてこの細胞が作られるのはなんと4、5歳までである。脂肪細胞の数は普通はだいたい200億個くらいだが4、5歳の時に肥満児だったりすると人よりも多く作られてしまう。そうすると人より脂肪を溜め込む 貯蔵量が多いわけで大人になっても肥満になる可能性が高くなる大人になってからの肥満はこの脂肪細胞に脂肪を溜め込むことによって起こるつまり肥満になるかどうかは45歳までに決まってしまうということになるしかしここで注意すべきことがあるこれは あくまで可能性といういわば脂質の問題たとえ脂肪細胞の数自体は少なくても貯める脂肪の量が増えてくればやはり肥満になってしまうということカギの肉はなぜ紙にくるまれているのかカギの缶詰を買うと カの肉は紙にくるまれているが、これはカの肉には硫化物が含まれており、加熱するとこれが硫化水素となる。カの肉をそのまま缶に詰めると、缶のブリキの鉄部分と化学反応を起こして黒く変色させてしまう。これを防ぐため、 缶の内側はエナメルで塗装されているが念のためカギの肉は硫酸紙というパーチメントペーパーでくるまれている2018年2019年の2年間で金融機関への不正ログイン試行回数は 850億回あった。金融機関へのサイバー攻撃と聞くと、個人口座の番号とパスワードが解読されて突破されると、お金が全て抜き取られるというようなことをイメージしてしまうが、近年のサイバー攻撃は、個人口座がターゲットではなく、企業のシステム API を狙ったものが多いのだそう。 それが全体の80%である。ブラックハッカーやボットによるサイバーテロはその標的や攻撃方法が年々変わっていくようだがいずれもちょっとしたセキュリティの穴を見つけ一気に攻撃をかけるのが鉄則だそう。ハッカーとセキュリティは表裏一体の関係でありセキュリティの強化は ハッカーの行動や心理を読むことであり時にはハッカーをセキュリティ側にリクルートするという話もある日本人が西洋人に比べてお酒に弱い理由お酒を飲みすぎた人は酔っ払って気持ち悪くなったり 二日用になったりするこれについては世界のどこでも同じだが実は日本人は西洋人に比べてお酒に弱い人が多いお酒として摂取したアルコールは体内で酵素に分解されるが毒性のあるアセトアルデヒドという物質が残るこのアセトアルデヒドが 体の防御作用の隙間を抜けて脳を軽い麻痺状態にするこれが良いであるだがアセトアルデヒドは ALDH2 という酵素の働きにより無害な酢酸となりさらには二酸化炭素と水に分解されるこうして酔いがさめるのだが ALDH2 には 活性が強いタイプ弱いタイプそして活性が全くないタイプの3つの型があるお酒に強いと言われるのは活性が強いタイプの ALDH2 を持っている代謝速度の速い人で活性が弱いタイプ全くないタイプの持ち主はお酒に弱いと言われる。 コーカソイド、白人やネグロイド、黒人は、ほぼ100%が活性型の ALDH2 を持っており、低活性型や非活性型はいない。一方、非活性型はモンゴロイド、黄色人種だけに見られ、特に日本人には多い。日本人は、37から がが低活活性性型、型からら非活性型だと考えられる。つまり日本人のおよそ半数がお酒に弱いということである体がアルコールを受け付けるかどうかは遺伝子の在り方によって違うのだから無理して飲んだり飲めない人に勧めるのはやめておこう。 また、活性型の ALDH2 を持ち、お酒に強いと言われる人でも、アルコール依存症になるリスクはあるから、要注意が必要。ところで、お酒を飲んで、胃痛や吐き気がするのは、ALDH2 の有無によるものではなく、胃壁がアルコールによって刺激されたため、胃酸の分泌が増えすぎて、 軽い胃炎になっているという状態飲みすぎの結果なので自生するように心がけること睡眠時間は夏に短くなり秋に長くなるというのは本当なのか睡眠時間は当然のことながら 日中の生活によって変わってくる。例えば、スポーツをするなど、たくさん運動した人。一日中座って仕事をしていた人では、前者の方が、より長い睡眠時間を必要とする。そして、この睡眠時間は、季節によっても変化することが、わかっている。夏になると、短く。 深くなり冬になると長く浅くなるこれは日照時間の変化に伴う体の変化のためである個人差があるが30分から1時間くらいの差であるビルの窓ガラスに貼ってある赤い三角形のマークは何なのか このマークは、非常用侵入口代替加工部といい、普通は略して、非常用侵入口と呼ばれている。これは、火事などで逃げ遅れた人や、怪我人などを救出するために設けられたもので、消防隊員がガラスを叩き割ってビルに侵入する際の目印となる。 非常用侵入口は高さ31メートル以下の部分でかつ3階以上の階に設置することと建築基準法で義務付けられているこのマークは建物の外から見ると単なる赤いマークだが屋内から見ると白色に赤字で消防隊侵入口と書かれているものや 両面赤色のものなどいくつか種類があるビル内のこの三角マークがある箇所に大きなものを置いたりすると有事の際に消防隊が侵入できなくなるそのため大きなデスクや梱包箱など障害物になりそうなものは置いてはいけない インドでの B 型の比率は40%を占める。日本人は血液型の話題を好む国民だと言われている。A 型は几帳面、B 型はマイペース、O 型はおおらかな性格で、AB 型は天才派だ。といったような話は多くの方が聞いたことのある話題だと思われる。 日本では A 型が一番多く次に O 型 B 型と続き AB 型の割合が一番少ないそう割とまんべんなく血液型が分布していることも共通の話題になりやすい理由かもしれないではインドで多い血液型をご存知であろうか答えは B 型 人口の40%が B 型と言われている日本では真面目で几帳面な A 型がマジョリティであるせいかマイペース B 型は少し人気が下がるように思われるしかしインドではこちらが多数派なのだそう 土用の牛の日は平賀源内のアイディアで生まれたものだった日本でうなぎが一番食べられる日といえば夏の土用の牛の日うなぎは夏バテ予防の効果もあるとされているといってもうなぎは高級品でありお財布と相談しながらとなるがでは なぜ他の魚ではなくてうなぎなのか土用の牛の日は牛という字ににらみ昔は肉牛のように黒いものを食べる日とされていたなぜ黒いものなのかというとフナ、コイナマズウナギシジミナスビなど黒いものにはビタミン A が豊富に含まれており 暑さで体力を消耗する時期に食べると元気が出るということを昔の人は経験的に知っていたからである。さてこの日がうなぎを食べる日となったのは江戸時代の医者文学者俳人地質学者発明家と多彩な才能を発揮した 平賀源内の発案によるものだと言われているある時彼はうなぎ屋に「夏でも客が来るようなアイディアを考えてくれ」と頼まれたそこで「土用の丑の日はうなぎの日」という宣伝コピーを考えたこれがいつの間にか定着してこの日にうなぎを食べる習慣ができてしまったと言われている 平賀源内はまた1769年には CM ソングとされる歯磨き粉漱石講の作詞作曲を手掛け1775年には音羽や滝地の清水餅の広告コピーを手掛けておりそれぞれ報酬を得ていることから日本におけるコピーライターの走りとも評されている。 平賀源内といえば静電気の発生装置であるエレキテルなどを発明したことで世に知られているリト,ミックとはリトミックは軽快なリズムや歌に合わせた運動や遊びを通して子どもの音楽的センス感性 想像力などを養う上層教育の手法である。リトミックは20世紀初頭にスイスの音楽家 E.J. ダルクローズによって提唱された。開発者の名前からダルクローズ音楽教育法とも言う。19世紀末から20世紀初頭にかけて 新教育運動が盛んに叫ばれていた。ハンブルグなどを中心として国語や美術体育音楽の教育を訓練や調教な形で子どもたちに押し付けるのではなく子どもたちが自ら進んで学びその感覚を体感的に身につけていくための上層教育。 芸術教育が叫ばれていた。ダルクローズはそのためには楽器の演奏訓練を早朝からやみくもにやらせるのではなく音を聞いてそれを感じ理解しその上で楽器に触ってみる。また音を組み合わせて音楽を作っていくことの楽しさを体全体で味わわせ その喜びの中で音を出し演奏しそこから旋律を作っていくことへの興味と音感を育んでいこうとした当時日本の音楽教育の草分けで作曲家指揮者でもあった山田耕作も自らダルクローズを訪ねこの手法に大きな影響を受けたという ちなみにリトミックと称して一部に地域と組み合わせ英才教育としての効果を説く幼児教室や教育産業があるがそれはリトミックの本来の趣旨にはないものであるフランスの国旗青白赤の割合は 37対33対30である世界で最も観光客が多い国といえばフランスだがその国旗も有名だと思われる青白赤の3色で作られた国旗は通称トリコロールとして親しまれている改めて見ると非常にバランスの良いデザインである ところがこの青白赤の3色はきれいな3等分ではないことは意外と知られていないその割合は青が37白が33赤が3十なのだそうこれは青は交体色白は膨張色赤が浸出色と言われ 目の錯覚で小さく見えたり大きく見えたりすることを考慮した上で37対33対30という割合が実際に一番均等に見えるバランスだということで採用されている脳自体は痛みを感じない。 人間が感じる様々な痛みは、視覚や聴覚、嗅覚、味覚と同様、体の中にある神経を伝わって脳が感じている。しかし、痛みを感じている脳自体は痛みを感じることはない。なぜなら、脳自体に痛みを感じる機能が備わっていないからである。では、 頭痛とは一体どこが痛みを感じているのか実を言うと頭痛の正体については現在でもよく分かっていないその中でも明らかになっていることを挙げてみるがまず脳は神経細胞と神経繊維で構成されているがそこには痛み電気信号として 脳へと運ぶ知覚神経が入り込んでいないただし脳を包む硬膜や血管さらには頭部の筋肉や皮膚骨膜には知覚神経が通っているそして偏頭痛によって感じる痛みはストレスなどさまざまな原因によって刺激された脳の血管が広がり 周囲の神経を圧迫することで起こると考えられている。そもそも痛みとは体に異常が起きていることを示す一種の警告である。生命の危機を回避するための機能として我々の体に備わっている。そうした点から考えると脳は人間の生命を維持する上で 最も重要な臓器であることから万が一脳そのものが危機に陥った場合は致命的である警告を出すまでもなく生命は終わりを迎えることになるため痛みを感じる必要がないとも言えるであろう富士山の山頂が雲に隠れると 雨が降るというのは本当なのか？富士山に限らず、山に傘がかかると雨が降るといった。言い伝えは各地にある。雲や風空気の湿り具合などを感じ。取って天気を予報することを寒天。暴気、というが、大和雲の関係を読み取った。この言い伝えは？ 民間に伝わる寒天貌岐の中では群を抜いた的中立を誇っている山の山頂にかかる網笠のような形をしたこの雲は湿った空気が山に吹きつけ山肌沿いに上昇するときに生まれる笠雲ができるときには低気圧や前線が接近しているため 雨が降る確率は高いのである。川口湖観測所の調査によれば、笠雲が現れてから12時間以内に天気が崩れる確率は、冬が70%、夏が75%、春か秋ならば78%の高さだという。また、山の近くの上空に、 ぽってりとした雲が浮かぶこともある。これは山頂を迎えた気流が波のように上昇と下降を繰り返した際に上昇した部分にできたものでつるし雲と呼ばれる。つるし雲が現れてから6時間ほど後に天気が崩れる確率は50%。そして前述の笠雲と このつるし雲が同時に出た場合には悪天候になる確率は80から85%にもなる。こうなると天気図上の予報も顔負け。実際気象台や観測所では山に雲がかかる様子を天気予報の際に大いに役立てているそう。 鉄腕アトムの持つ7つの力とは手塚治虫の SF 漫画「鉄腕アトム」の主人公「鉄腕アトム」は7つの力を持っている1核融合ジェット噴射により最大マッハ数5で空を飛ぶことができる260カ国語を 自由に話すことができる。3人間の善悪を判断できる4聴力が人間の1000倍になる5目がサーチライトになる6お尻からマシンガンを発射する710万馬力を持つ ちなみに手塚治虫はひどい天然パーマで鉄腕アトムのあの左右非対称の髪は手塚治虫自身が風呂上がりに髪を乾かした時の髪型がモデルとなっている平均的な雲の塊の重さは500トンある。 ふわふわと空に浮かんで風に揺られてゆっくりと動いていく雲だが実は一般的な大きさの雲は重さが500トンあることは意外に知られていない見た目はとても軽そうに見えるからでは500トンある雲はどうして空に浮かんでいられるのかそれには理由があり そもそも雲は一つの塊ではなく非常に小さな水滴や氷の集まりで粒の一つ一つの大きさはわずか0.1ミ、mm、リメートル程度なのだそうそのように小さな粒であるがために空気抵抗や上昇気流の影響で空に浮かんでいられるわけでそれに加えて 空気中に水蒸気が含まれる場合水蒸気は空気よりも軽いためそれら複数の事象が大きな雲を空中に浮遊させる要因になるのだそう一夜漬けの勉強がうまくいかない理由人間の記憶は脳の海馬。 といいう場所に保存されている。そして記憶は大きく分けて短期記憶と長期記憶の二つに分けることができるまず短期記憶とはメモ書き程度のすぐに忘れてもいい記憶のことである会話に一時的に保存されるが基本的には一日や数日しか持たない 一方、長期記憶とは、長期間にわたって覚えている記憶のこと。会話周辺の記憶の回路を繰り返し回っているうちに、脳の表面部分に広がる大脳皮質で整理され、知識として定着していく。例えば、翌日に試験を控え、一夜漬けで覚えた内容は、通常、 短期記憶となる。そのためたとえ覚えた内容が試験に出てその瞬間は救われたとしても学習効果はあまり望めないしばらく使わずにいるとすっかり忘れてしまうただし記憶の回路は繰り返し思い出すたびに保存し直されるつまり一夜漬けの記憶でも 定期的に復習することで長期記憶として保存されるようになる。また覚えたことを長期記憶にするためには十分な睡眠が必要である。アメリカのハーバード大学で行われた実験によると睡眠には学習した記憶を強化する作用があり学習した当日に睡眠をとらない場合は 学習効果が失われてしまうことがわかっている最近の研究では勉強直後に60分程度の仮眠を取っても効果があるそうださらに勉強したことを効率よく長期記憶に移すためには書いたり声に出して読んだりすることで記憶はより定着し 必要な時に引き出しやすくなることも分かっている湖沼池これらはそれぞれどこが違うのか素人判断ではなかなか区別がつきにくいが地学的には以下のように定義されているまず 湖と沼これらはまず両方とも海と直接つながっていないことが第一の条件であるそしてこのうち中央部がクロモやフサモなどの体全体が水中にある沈水植物が侵入できないくらい深いものを指しその深さは 一般に5メートル以上とされている沼は湖よりも浅いものを言いその中で中央部までそこに沈水植物が生えているものは「小沢と呼ぶ池は湖や沼に比べて面積が小さいものかあるいは何らかの形で人工的な力が加えられているものをいう。 そしてもう一つ、型というものがある。これは海岸にあり、海とその一部がつながっている浅い湖のことである。しかしながら、これらはあくまでも学術的な分類。実際の呼び名は必ずしもこれに厳密に従っているとは限らない。実際、 湖や沼の呼び名は昔から地元の人が呼んでいた固有名詞はそのまま受け継がれていることが多いのだそうトランペット奏者ルイ・アームストロングの愛称サッチモの意味とは20世紀を代表するトランペット奏者の一人 ルイ・アームストロングルイ・アームストロングはアフリカ系アメリカ人のジャズミュージシャンでサッチモという愛称で呼ばれていたサッチモとはサッチェルマウスの略でカバンのような大口という意味ルイ・アームストロングは前述したようにアフリカ系アメリカ人のジャズミュージシャンで 1950年代には、バラ色の人生や、キッス・オブ・ファイヤーなどが大ヒットした。1953年には来日して、初の日本公演も行っている。1956年には、当時アメリカのジャズシンガーで、ビリー・ホリデイ、サラ・ボーンと並び称される20世紀の 女性トップジャズボーカリストの一人であるエラ・ラフィッツ・ジェラルドと共演。1960年代には時代がビートルズを代表するポップミュージック一色となる中で多くのアメリカ国民に受け入れられた1967年には「この素晴らしき世界」が世界的なメガヒットとなり 1968年には、ウォルト・ディズニー映画の曲を取り上げたアルバム、サッチモ・シングス・ディズニーを発表。ジャンルに縛られない柔軟な姿勢を見せつけた。実は、ルイ・アームストロングには、サッチェル・マウス以外にも相性があった。それは、ポップス、リッパーマウスである。これらの相性は、 あまり知られてはいないのかと思われるが彼は愛称が3つもあったのだそう犬が認識できるとされる単語数は2 5十五。思ったよりも多いと感じる方もいるかと思う犬は人間でいうと2から3歳ぐらいの知能なのだそう 例えば人間の生活補助のエキスパート盲導犬の場合その指示に使用される基本単語は約30実際はまだ多くの言語コミュニケーションができると言えるかもしれない暗いところで本を読むと本当に目が悪くなるのか 苦労して勉学に励んだその成果のことを、軽説の功という。その起源は、家が貧しくて、照明用の油を買えなかったことから、夏には蛍の光で、冬には雪に反射する光で勉強し、ついには出世したという中国の孤児にちなんでいる。しかし、 そのように暗いところで本を読んだり、勉強したりして、昔の人は目が悪くならなかったのだろうか。実は、暗いところで本を読むと目が悪くなるということに医学的な根拠はない。現在では、近視の進行に影響しているのは、親から受け継いだ遺伝子的な因子の他に、長時間、 連続して近くを見るるるここととななどでで生じる環境的な因子であることが判明しているただし暗いところでどんなにパソコン作業や読書をしても全く視力が低下しないわけではない暗いところではかなり近い距離からパソコン画面や本を見ることになるためそのことが目を悪くする原因になり得る また、人の目は、近いものを見る時ときと、遠いものを見るときで、それぞれ異なる調節を行っている。特に、暗い場所では、その力が余計に必要となるため、目の疲れにつながることは間違いない。まだ成長の過程にあって、近視が進行中の子供の場合だと、余分な調節を持続的に強いられることで、 近視がより進行する可能性があるため暗いところでの読書は極力避けたい視力低下を防ぐためには部屋の明るさに関係なく長い時間近い距離でパソコン作業や読書などを続けないこと同じ作業時間でも細切れで作業すると目が疲れにくいため 長時間作業する場合は、時々休憩をとって、しっかり目を休めることが重要である。ATM で、効果は何枚まで預けることができるのか。基本的に ATM では、銀行、郵便局ともに、 効果は100枚までで入金するることができるしかし機械によって設定に違いがあり50枚までのものや中には30枚までのものもある限界を超えて入金しようとすると機械が止まってしまう場合があるので注意が必要。 高価な漆器を長く持たせるには湿気は実は湿気の多い日本の風土にぴったり合った道具であるというのも湿気に塗られている漆は温度湿度の変化への対応能力に優れているからであるしかしながら高温度高湿度には強い湿気も その反面、湿度が低く、乾燥している場所は苦手。同時に、冷たい水にも弱い。加えて、傷がつきやすいため、乱暴に扱ってもいけない。その代わり、大切に扱えば、親子三代は使える貴重品である。値段が張るものであるし、 丁寧に扱うことを知っておきたいところさて漆器といえばお椀や重箱が代表的取り扱う際には指輪や腕時計を外し他の食器とは別に扱うことを忘れないようにするそして洗い始めから服までを手早く行うことが肝心汚れは ペーパーパタオルでしっかりと拭き取ってからぬるま湯で柔らかい布巾を使って洗う油汚れがひどいときも短期きをこしてクレンザーを使ってはいけない23度ぬるま湯を変えて手早く洗う片付けるときには風通しの良い場所に半日くらい並べて湿気を飛ばしてからつやきする この時、薄手の手袋をしてから行うと、湿気に指紋がつかずに磨ける。